ミルキーピア物語は、東の司町のコメディ SF 小説シリーズ。ミルキーピアシリーズとも言う。1987年発表の、京美ちゃんの家出から1995年発表の、史上最大のメリークリスマスまで、全12作があるが、単行本に収録されていないものもある。主に SF マガジンに掲載された。表紙を呼び差し絵は、横山栄治。 コンピュータ、システムエンジニアリング、メインフレーム、ネット通信、仮想現実空間を背景として、片山秀とメイリンはじめミルキーピアのメンバー等が活躍する、コミカルな小説群である。技術人格ソフト同士の恋愛、コンピュータデータのタイムトラベル、電脳空間での密室推理など、各作品ごとに一味変わったテーマがある。技術面の記載は現在では古くなってしまった。 印象もあるが、第一作が書かれたのは、ドス、V 登場以前の一般が利用できるコンピュータ通信は、パソコン通信しかなかった時代であることを考えると、逆に驚かされる一面もある。なお、ヨロズ電脳調査局ページ11シリーズは、続編ではないが、同じ作品世界に属しており、片山秀とや明林の名が登場する。2021年現在は、アドレナライズから、 電子書籍版が公開されており、未体抗本化作品も含め、全作購入可能である。ありがとうございます。